ビズ。菅総理大臣は日本時間17日夜アメリカの製薬大手ファイザーのブーラ CEO と電話で会談しましたこの中で新型コロナウイルスのワクチンについて今年9月までに国内のすべての接種対象者に必要な数量を確保したいとして追加の供給を要請しました これに対しブーラ CEO は追加供給に向けた協議を迅速に進めることを含め日本政府と緊密に連携していきたいと応じました。